皆さんこんにちは。今日は新見市に来てます。駅シリーズということで、今回は岩山というエリアに来てます。 JR 紀新線の、駅があるということで、今日ちょっと行ってみようかなと思います。昔ながらの駅ということで、もうすぐあります。こちら岩山駅です。この岩山っていうの駅、この字がね、昔の駅っていう字ですね。まずトイレと、これがもう駐輪場ですかね。国際課、岡山県国際課対策連合、連合会。ちょっと中入っていきましょう。あ、すごいシンプルな内装になってます。新見市のね、なるほどね、はい。1日片側だけでも 1,2,3,4,5,6,7 本、津山行きですね。津山行きと新見行き、まあ、津山からまたね違うところに行きますから、紀新線電灯がこんな感じでございます。ちょっとなんかね、いい感じの、国谷担保ね、あ、この岩山駅ってのが今の現在地なんですけども、まあ、この山登り登山とか、なんかね、気になるスポットが結構あります。神社とか、こういう大仏さんとかあるんですかね。この岩山駅なんですけど、営業開始して昭和4年ということですね。木造、ね、駅舎、二角地からのマニアの来駅が後を絶たないということです。なんか気になるエリアが、こんなのがあるんですね。こういう奈良の大仏さんみたいに、八幡神社、岩山神社とかもあるわけですね。近代化遺産ね、はい、遺伝生徒で、今の1日の乗車率、まあ、平成22年ですけど、10人だと、ね、だいぶ昔ですけど、はい、来ました。あ、電車来ますね、はい。
タイミングが良かったですね。めちゃめちゃタイミング良かった。もう外出ちゃいましたけど、外っていうかね、ホームの方がですけどもね、岩山の次が新見なんですね。もうすぐなんですけど、一気にここまで来るんですね、新見駅から。はい、ね、昔は多分ホーム向こう側にもホーね、線路通ってたんでしょうね。電車がすごい何本かあった時から、おそらくここでね、通過待ちとかね、一本線なんでしてたのかなと思いますね。岩山駅です。もうね、周りがすっごいのどかなんですよ。もう田植えシーズンですからね。もう池に田んぼにね、水を張ってという形です。ウコン桜、昭和5年、開業の翌年に、植えたと書いてますね。ウコン桜、スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。